ロックか勝手がいろいろやってるうちに解除。元妻の会社のお偉いさん、バツイチとのラブラブメールがたくさん出てきた。前の年の誕生日の話題とかあったから、少なくとも1年半は続いてる模様。ただ、体の関係をほのめかす内容がない。至って普通の恋人みたいな感じ。ここで、更新所とかつければいいものを元妻を問い詰めてしまった。元妻は、逆ギレして子供連れて実家に帰ってしまった。相手の男に話を聞こうと思って、俺の上司に相談した。元妻の会社は、俺の会社の取引先、事実上の親会社みたいなもん。会社からすれば、元妻の会社は生命線だ。当然、上司の答えは NG。とにかく家庭のことだから穏便に済ませろと。相手の男は、体の関係は否定するものの、極めて親しい関係だということをニヤニヤしながら言う。言いがかりつけると取引中止だと。殺してやりたかったが、証拠も何もない。数日後に窓際に移動させられた。すぐに、元妻からは、離婚の訴えを起こされた。あることないことわめき立てる。元妻の親どころか、俺の親まで洗脳して、俺は一人で応じた。元妻の会社からは、これまで考えられないほどのクレームが来る。俺の担当ではなかったけど、担当のやつは、毎日謝罪に行ってた。みんな言わなかったけど、俺が原因なのは分かってた。俺は、鬱を発症して、もうギブアップ。戦えなかった。親権は当然元妻。慰謝料と養育費は俺が払う。子供には会わせてもらえない。子供が俺に会いたくないと言ってるそうだ。なわけない。あんなに仲良かったのに。俺と息子二人で、休みの度に早起きして、一緒に釣りに出かけてたのに。会社も辞めた。バイトの掛け持ちで、10万の養育費と慰謝料を払い続ける毎日。40過ぎて、バイトだと夜情けねえ。疲れ切った顔は隠せないな。若い子は口も聞いてくれない。年下の店長には相談乗るよと嫌味を言われる。元妻は再婚こそしてないが、相手の男と同棲してやがる。一度見に行ってみた。高級マンションだ。Thank you.
ではないのか。俺はそれで気が済むかもしれんが、親兄弟や会社の人間はどうする？前以上の嫌がらせを受ける。子供たちも心配なんだ。みんなは脅しを受けても立ち向かえる勇気があるのか。俺はどうなってもいいが、周りの人間が怯えるのは辛い。言い方が悪かった。親が元妻の言ってることを信じたのは最初だけで、後で誤解は解けたよ。会社の人間には何も罪はないからな。倒産して路頭に迷われるのも後味が悪い。みんな強いんだな。俺には向かっていく勇気がない。